で誕生した赤ちゃんの中で最も小さく誕生した赤ちゃんです。どうやら少しバランスを崩して木から落ちてしまいました。ジャイアントパンダはとても体が柔らかい動物です。ですのでこのような高いところから落ちても怪我をするということはありませんので、皆様ご安心ください。パンダは木登りとっても得意ですが、木から降りることとっても苦手です。子供だけではなく大人のパンダもよく木から実は落ちるんです。また爪もとっても鋭い爪を持っていまして、鍵爪と呼ばれる爪を使って木登りをしています。さあお母さんパンダラウヒ、いないことに気づいてどうやら最近も少しずつバックヤードへと近づいてまいりました。生まれた時 75g でしたが、今朝の体重は 13kg を超えております。1歳の誕生日迎える頃には体重も 30kg まで成長いたします。今しかご覧いただけない親子の姿、本日はこのまま親子の公開終了とさせていただきますが、ぜひぜひ皆様、足を運びいただきまして親子の姿ご覧いただけたらなと思っております。さらに朝は外の運動場でたくさん遊んでおりましたが、パンダは寒い地域に暮らす動物なんです。お昼ごろから少し外気温が上がりましたので、ここ屋内運動場へと移動させていただきました。さらに